皆さんおはようございます。スルベイです。前回の動画の続きなんですけれどね、ちょっと動画の裏のところで46回のところでね、積んでてね、どうにかこうにか、まあこうリーダーさんばっかりでもないんだけれどね、先ほど臨海グレースさんをリーダーにね連れて行った上で進めていたんだけれど、もう本当にね、もう目も当てられない。まあ、ハートボックス消した時のダメージは確かにね、1つ当たり900いくらまで減ったんだけどね、その回復、唯一の回復手段である大連鎖チャンスのね、前の段階でね、降ってきたハートボックス巻き込んで消すのがね、連続して続いちゃうもんでね、本当に運がなくてさ、5回中4回ぐらいはもうそれが続いててね、最終フロアまで体力がね、持たなかったの。もうそれでね、ちょっと、中断した後の内容となっております。ね、まあ、一応、まあ、進捗具合としてね、それまでの過程を、おさらいすると、まあ、そういうところです。で、今、誰を入れようかなって考えてるところです。じゃあ、ちょっと一時的にだけど変えとこう。この子を、ね、サミューさんにして、あんまり回復高い子も入れられないんだよね。で、まあ、ここで活躍してくれるのがこの子だと私は踏んでるんですね。特盛スキルで味方ターン終了時にね、味方全体の最大体力 10% 回復してくれるのを持ってるから、まあ、熱帯人形シリーズですけれど、ちょっとこの子の力を借りることにします。あとね、誰リーダーにしようかなってなるとね、リングレさんは悪くないよね、別に。まあ、とりあえずね、今回は熱帯人魚の子を加えて回復を維持しつつ進めていきたいと思います。紫色でね、こうリーダーにね、毎ターン回復するっていうカードを持ってないのよ。冬場に登場したね、リャタフーさんの、ね、クリスマスバージョンのカード持ってなくてね、スルベ赤では持ってるけど、芸術赤では持ってないの。まあ、そういうこともあって、その子はちょっと選択できない感じだしな。まあ、まず一回どれぐらいのダメージ受けるかも知っておく必要があるけど。で、回復はどのぐらい？あ、回復このぐらいなんだ。十分。そんだけ回復すれば十分。ただ、臨海グレースさんはね、加速がないのよ。加速ないから、最初に作るチャンスピューでどうにかね、まあ、プヨ数を減らして、少しでもね、プヨ消し数減らしていくほかない。こういう大連鎖チャンスに使いながら。これやったらどうかな。熱帯人魚シリーズ入れるで。この後、毎ターン回復するから。まあ、一応、回復面で、体力面で自利品ってことは、まあ、なくなります。まあ、今やってる感じね。だってもう、この回でね、リベンジ果たしたいですね。動画裏のがあまりにもひどかったから。さっきお話しした通りですけどね。この大連鎖チャンスに入るまでの間に散々、この落ちてくる、プヨの中にね、ハートボックスが紛れてて、巻き込んで消しちゃってるんですよ。回復にならないです。全然。まあ、どうしてもこのハートダメージのところだけね、私の中じゃどうにも苦手で、苦手意識強いの。本当にこれがね、他のテクニカルクエストにないのは助かるな。他のテクニカルクエストにこの仕掛けがないのだけは唯一の救いだと思ってます。いや、あったらあったでちょっと嫌な気持ちになるから、本当に。もう永久的にない選択であってほしい。もうね、本当追加してほしくない、それは。で、謎リケース数も増えるんですよね、この子。3ターンの間だったかな。3ターンの間。チャンスピを作って、謎リ数も増やして、童話の効果も作る。本当にもうグレードアップを果たした1枚だからね。
動画を生かすんだったらこういう消し方になるんですよね。同時消しとか分離消し狙わないと動画って生かせないからね。ダメージの底上げをする条件がすれば、よしよし。で2つ目です、ね、雪が降ってると思うんですけど、これ臨海グレースさんのリーダースキルのね恩恵で3連鎖以上の条件を満たした時に発生します。でこの雪の降ってる間だけはね、攻撃力がまあリーダースキルの攻撃力にで確か 1.25倍ぐらいなんか上乗せされるとかいうのがあるんですね。まあ、瞬間火力はこの雪の降ってる間だけ適用されると考えたらいい。まあ、浮き渋くんとかもまあ大体同系統のカードになります。で回復する、ね、毎ターン回復するのはこういう時強いです。よかった、まあ解決の、ね、作っててよかった、何より、ね、もう本当にこのカードなかったら解決しなかったかもしれないからね。まあ今あるカードでまあそういう選択をするのであればね。で今全体化にしました。でこのダメージが全体にいくの、あこの子がカバーを使ってたのか、しかも紫もうないぞ、さっきの時にこれ消せたらよかったな、本当にさっきの時に消せたらね、よりにもよってカバー以外ね、いらんのよ。カバー以上にハート作られると面倒くさいから、もうこの子狙ってるだけですな。少し黙ってなさい、あんた。凍らせとこ。そこじゃないのよ、そこはなぞってくれたら困るの。まあね、早いところをクリアしてね、ちょっと買い物にも行きたいしな、まあ、ちゃんと無事に完結するところまで見届けてから私もね買い物行こうかなと思ってしまって、ね、さすがにね、缶詰状態でこのとことのとずっとやってっていうところまで私もさすがに気力持ちませんからね。この後アグリもいますし。うん、まあ一応そういう出すんでね。わからないからとにかく紫消します。次赤いのがそのカバウだろうね。まあダメージは毎ターン回復する子がいるからなんとかなるとして、そうなるとさっきみたいにね全体攻撃をカバウかスキル持つ子がまあ一番の天敵になってくる。全体か、まあ一応減らしていきましょう。少しでも盤面にあるだけちょっと邪魔なんですよね。こうやって消したくもないのにね、降ってくるので消えるからさ。で、ま、これがさっきのターンのちょっと敗北のない流れですよね。消えると思ったらダメージで結局出てくるから。まあ、一回ダメージ発生したらこれ回復ってことがまずないんです。
それがもうちょっとハートのね、厄介なところなんで、ハートダメージのステージの厄介なところ。降ってくるのまで予測聞きませんもんね、さすがに。ねえ、消す意図はなくても。わかんない。動きを封じておきましょう。よし、今度は邪魔されない。散々邪魔してくれたからね、この人。次痛い目に遭ってもらう。あと1体。これは勝ったね。いや、長かった。いや、動画の裏のところで戦った時間も含めるとやっぱり長かったからね。動画にしてみればそんなに長く感じなかったかもしれないけど。いや、よかったよかった。これで安心してね、リーダーキャラも元に戻すことができます。そうなるとダーク、あ、サミュさん入れてもいいんだけどね。うん、いや、ネク編の子がいいな。漁師、雅楽師さんか漁師だね。雅楽師さんそもそも星7なってるっけ。そこだよね。まずシグレさん星7だね。スキルレベルマックス。お、20。反射ステージがないなら、まあ、あえてね。うん。まあ、少なくとも、下一桁が1と5のところだけ反射ステージだから、それ以降だったら、普通に雅楽師さん入れていいんですよ。そこはちょっと警戒すべきところだから、入れられなかっただけだからね。というより、クロケシスもなんか、減ってますよね。特盛り解放された影響だと思うけど、クヨケ室減ってた。以前25個ぐらいあったもんね。で、今見たら20個だった。ハート加速だね。やっぱりもうこういうない時こそハート加速。今んで6個ぐらい減りました。でも一番発生してほしいのはやっぱりね、こう、うん、紫を消してそのダメージの方を発生させたい、うん、倒さないでことにはね、ターンごとにダメージ上がっていく。よし、でチャンスピオンも作る。で、雅楽師さんの弱点もね、チャンスピオンが作れない環境だったらこうやってスキル発揮できないんです。まあ、それ魚シリーズにも言えることある。前回の動画でもなんかね、スキル発動できなかった時あったと思うけど、それも雅楽師さんでも言えます。まあ、そういう弱点も一応ね、知っておく必要ある。そういう場合は発動できない。で、盤面に紫がない場合、まあ、今紫属性で遊んでて、この子が紫に、ね、まあ、ネク編、紫のネク編を持っている子だからなんです。他の色だったら他の色になります。で、これで2つか。よし。今のところいい感じで進んでるよ。うん。もうさっきのステージで苦労した人間とは思えない。うん、本当にもう散々させられてもう嫌ですもん。もう2回もやりたくないですもん。
もう一回やったら十分です、あんな。そろそろ使っておきましょうね。あ、外れる可能性もあるのか。これ他の子でね、ダメージ出すしかないね。 100% ではないけれど、外れる可能性が出る。当たらなかったらね、ちょっとこのもったいないもんね。あ、よし、リーダーの子倒したからよかった。で、ここでガガクシさんね、ターゲットはこの子かな。怒りがちょっと面倒くさいし、違うね。どれだろう、本当に答えどれだ、ショートフロアクリアしました。で、最終フロアか。で、まあネクヘンは使っていたからね。で、しかも3つしかなぞれないの。まあ、ハート加速だね、やっぱりここは。少しでも、ね、消しておきたい。あ、待った。それダメ。3つしかなぞれない。全部高速な手を使う。こっち5つしかなぞれないのに3つしかなぞれない。5つやのね、5つやの精霊使いシリーズを思い出します。ティルラ様と、ね、あっちはもっとひどかった。2つしかなぞれなくて、そう、最終的に2つしかなぞれなくなるんですよ、その5つだったら。で、運よくね、その後連鎖がかなってね、どうにかこうにか倒したっていう過去があります。で、あれ実質的な勝ちじゃないですもんね、敗北ルートだと。運が良かったからあれ勝てただけだ。めんどくさいな。まあ怒りも嫌だけど、そもそもやもっと嫌なのがこっちだから。どっちの方が嫌だって言ったらこっちだね。怒りあるから取れる可能性もある。よし、まあそれだけどどうにか倒した。うん。三つまでしかなぞれない。こやつかな。なんか3つしかなぞれなくしてきよるから。まあどれからどのモンスターかがね、ちょっとね、そういうことしてくるんです。そういう姑息な手段使ってくる。あ、なぞれるようになった。よかった。なぞれるようになった。まあ、ぷよけ質が増やしていくということはなくなったと思う。この際だからね、ダメージ与えられるところで与えておきましょう。もう怒りが鬱陶しいけど、まあ他の子は一応狙えるわけだ。ライフ200万ですよ、見ればね、それで倒せる。よし、ああよかった。よし、バナナだったらね、ありがたい。バナナ本当に使うもんね。今後の育成において今後の育成において、ね、たくさん使うことが出ていく。特に大神官さんの育成とか、そういうのが絡むと本当に必要になるか。まあ、できればあまり消さないようにしたいけどね、それ。
プリズムボール、そういうステージなんです。付与加速もしておきましょう。しっかり付与、一つ目のフロアでも付与消し数稼いとかないと後が辛いんですよ。まあいいよ、紫消したしな、わからない。とっさに出せない問題だったら紫をどうやったらより多く消せるかっていうのを考えます。そっちの方が明らかに建設的だと私は思う。まあリーダーの子さえ倒せればな、そのお邪魔は関係ないんだけど。まあどうにか生き延びてくれると思う、そのダメージだと。よし、この下の方はちょっと消しておきましょう、何かというと厄介になるか。次のフロアでね、プリズムボール作るところにお邪魔があったら何かと不利でしょう。よし、ネキフンの子も揃った。その子のスキルちょっと待ってたところあるからね。ちょっとね、今回はアルルさんは、ダークじゃないアルルさんはそのままにして、通常でダメージだ。まあ別に強烈な一撃のステージじゃないからね。これで倒して次のフロア、ね、ネク編で用意もしております。まあチャンスピを作ってダークじゃないアルルさんでっていう手もあるしな。変な消し方、改めて変な消し方だと思った。いや、そのそこの列が1個ずつ落ちたら紫揃うなっていう消し方だ。天使リーグね。じゃあその子がターゲット。で少しでも条件を良くしとこう。こういう時に前傾式系のスキルは強いんです。よし、天使と戦闘の子が落とせれば大きいんだよな。よしよし。パスだ。お、49階は紫の秘伝書2つか。これはいいな。欲しかった。ちょうど欲しいアイテムだった。というより欲しくない時期がないです。このカードは。あ、そうそう。紫のステージだけど、バルーンだからね。黄色でいこう。そうそう、今イベントでね、毎日ね、このやる基礎100をね、10本ずつだけいただけるようになってるんだけど、これ期限ありますからね。で、使い、ね、これ、こういうのを使うのを忘れないようにイベントにも臨んでいきましょうね。ね、使わないままこれが消滅してしまうのは何かともったいないの。イベントの時限定でのそのやる基礎だから。まあ、進める上でね、まあ、本当にあるとかなり重宝しますから。あ、
そうそう、言ってたらまたデッキのこと忘れてた。もう一回、もう今度はもう黄色で、黄色、黄色、うん、全く2回も同じことして。よし、あ、やっぱりね、やっぱり爆弾の受けるダメージが大きいっていうのはいいですね。こうでもしないと大きいダメージ与えられないからね、バルーン、カバルーンのいるところ。水の属性じゃないと無理。無理ってことはないけど。まあ本当にね、よっぽど消え方のいい時じゃないとね、その5ターン以内に退治することできなかったりするんですね。あ、よし、倒した。倒したら安心。またスキル貯める。まあ、もったいないけどさ、それ下の方消さないと。で、2つ目もまたバルーンさん出ます。やっぱり早い。でティロフィナーレのそのトモエマミさんについてはまあ最後のターンで、あとは一掃しましょう。全部いそうです。まあ全ての赤でね、そのともえまみさんは取らせましたのでね、とことのとの50回まで遊ばせるとき、特に黄色とこの紫でいう49回みたいな場ね、爆弾ステージ遊ばせるときはちょっと活躍してもらいます。そして最後のステージ、あ、そうだ、デッキそのままでいった。まあでもそのままで遊んだらいけるかな。ちょっと一回だけやってみますね。回復タイプですし、まあちょっとどんな感じで進めるか見てみたい。普通はね、そこ紫で揃えた方がダメージ的にはね、抑えられるんだけど、ちょっと今回、これ新しい試みというかね、縛りプレイではないけど、まあ、与えるダメージと回復量を見込んで、ちょっとこれでいってみます。ちょっと受けるダメージも結構大きいからね、怖いけど、まあ、毎ターン 20% 回復するからね、最初の4ターンだけ。いかに早くスキル溜まるかだよね。青ピを消しても加速になるから。分離消しだからダメージ大きいな。わからないから、とにかくこれわからない、あんなわからない、わからない。次
次のステージがちょっと厄介だから、ティロフィナーレで沈めましょう。いや、だんだんダメージ上がるステージだから、この次の属性でこっちも受けるダメージ2倍になってる以上ね、相性が悪いんですよ。早めに決着つける意味ではちょっとそうなる。でここで使うのはさすがにもったいないですからね。まあ一応使っとこう。そう、あ、怒り状態か。まあその分こっちも加速に回せるからいいか。だんだんダメージ上がる敵だけは倒したから、あ、まああれそれてたらちょっとピンチだった。でも結構いい消え方してるよ今回は。本当に運がいい。よし、怒りも、怒りあと一旦か。そうそう、三連鎖以上なんですよね。プルケッシュ、あ、そう、あれ分かんなかった。まあでも当たりさんもいるしな。ティロフィナーレだったら一発だな。怒りではないから今は。じゃあこれで潮騒も今全立てのバージョンの方を取ってるから、まあ確実に1回だから。400万だったら200万そこらの敵なら一発です。とりあえずお邪魔ぷよがね、まあ被害はないけど、お邪魔ぷよがちょっと邪魔だったから消しました。わからないな、わからないというか、わからない問題だったかもしれないな。ターゲットは闇天使のこの子。よし、お邪魔は全部処理しました。で、今度はここでね、テトリスマーク。で強烈な一撃もこれでブロックしました。ここでね、マミさんのスキル溜まった、あ、溜まったね。よし、ね、ダメージ大きいけどどうにかブロックしましたね。潮騒の子で頑張ってくれ。普通だったらね、これ同じ属性だったら今の半分のダメージで済んでます。プロフィナーレで医者シリーズとアタリーさん、アタップさんね。あとはこれで、まあ倒せないことはないけどね、その代わり最後のダメージが怖い。もう全回復して終わった。よしよし、これでゲーニッツアカでも無事にクリア。まさかね、次の属性でクリアすることになるとは思わなかったけどね。ああ、よかった。あ、マミさん様々です。よし、これでね、全フロア50階までクリア。で、今のステージをクリアしたことによって、ね、ワイルドさん50もいただきました。ね、50階はね、一律でワイルドさん50もらえるんですよ。だからね、誰に使おうかなって言ったところです。まあ、もちろん、臨海グレースさんとかね、こういうコストがね、50を上回ってるカードには使うことできないのでね、星6の時点で50を上回ってる、51以上のカードには使うことできないで、ワイルドさん50の数字に収まらないから、収まる場合にだけ使うことできるけどね。さすらいのベストールさん、あ、そうか、そのカードは黄色。まあ、以前はこのクールシェゾさんにもお世話になってたんだけどね、最近はちょっと割合回復系のカードも増えてきたからな。メギドさんだったりかな。純白さんは結構リーダースキルがいいんだよな。安定してるんだよね。状態異常があれば、状態異常にかけてくるところだったらまず活躍してくれるし、リーダースキルとしても純白
魔界王子はね、まあ、内容がこんな感じです。この子はね紫だから、まあ、紫属性のカードの攻撃力 4.5 倍、体力 3.5 倍にする。まあ、この時点でまず安定です。でさらに8個以上の同時消しでフィールド上の色ぷよを紫ぷよ優先で3個プラス状態にし、紫属性カードにこのカードの回復 ×4 倍の回復。まあこの子をもしね回復をなんか優先したいんであれば、この子の回復の数字を若干鍛えてあげたらね、さらに底上げして味方全体の回復量というのも伸ばせますね。あの野菜特訓で回復メインでなんかこう育成すれば、そのリーダースキルの回復の量というのが増えるので、まあ、そういったところで生かすことができます。でこのカードの回復量だからまあ低いけどさ、低いけどまあプラスマとかねそういうのを使えばまあ、うん、まあ、700ぐらいにはなるんじゃないかな。で700の4倍だったら7428、ね、で8個以上消すっていうのが条件だけどね、その条件を満たした時だけこの回復かける4の回復がつく。でスキルは味方全体の状態異常、攻撃力減少、回復力減少すべて解除、ね、状態異常って言ったらあの怒りだの怯えだの、ね、まやかしだの、ね、凍結だのいろいろあるけど、ああいうのね。でそれとは別で攻撃力減少とか回復力減少というね、あの上記のステージでたまにそういうね、あのデバフか、デバフっていう能力を落としてくるのを使ってくる敵がいるんだけれど、そういうねステージ遊ぶときにもう即解除することができるというのが強みで、ね、まあ治療のエキスパートと言ってもいい。まあ、この子自身が封印とか凍結になってたらそれ使うことできないけどね、混乱とかになってたら、まあ、そこが難点といえば難点です。まあ麻痺でもダメ。まあ麻痺はね色によって盾もつくと思うんだけどね、黄色の子だったら麻痺盾つくと思うから、まあブロックできるでしょうけど、まあこればっかりは色です。さらにフィールド上の色ぷよランダムで1個チャンスぷよに、まあ効果としてはそういうところですかね。うん、やっぱり治療系がメインだからね。まあ自分でなんか状態異常選択できるんであれば、私だったら麻痺に使いますね。こう動き止めてくるのが麻痺だし、混乱ってあんまりなんか敵が使ってくるイメージがないのでね、麻痺と混乱どっちが脅威かって言ったら麻痺なんですよ、ね、私の中で。まあその覚える色じゃなかったら、まあ麻痺を取ります、間違いなく。でこっちの動き封じてくるから状態異常の解除もできなくなるし、怒りとか怯えも厄介だけど、まあ動けますからね、怒り怯えにかかったところで毒受けても、まあその時点で動けるからまあいいんです。でも混乱状態だったらまあね、混乱の時はスキル使用できないっていう制約がある。で麻痺の時はもうその衝撃を受けるまでの間はずっと攻撃がね、その相手の攻撃を受けるまでの間動けないから、しかも3倍ダメージだから脅威といえば脅威。まあそういうことでね、まあ無事にクリアしましたよっていう動画を上げるところでね、動画を閉じさせていただきます。で動画裏のところでアグリの方もね、1回からまた根気強く50回まで進めていきたいと思います。まあ、私個人的にはね、自分が作るキャラクターっていうのはまあまんべんなくね、そのこの子がまあ50回までクリアすることができたならば、この子も同じところまで育成するっていうふうに決めてるんですよ、ね、一応徹底主義かどうか知らないけどね、まあ作ったからにはやっぱりね、作ったものの責任っていうのがあるからね、まあ、まあ同じようにまあ使っていきたいなと思っていますね。まあ、3キャラいるってことはそれ相応のメリットもあるけれどね、同時にそれ相応の責任も同じだけね抱えるってことだから、ね、育成する意味ではまあ3キャラともまんべんなく育成するっていう責任が出てくるからね、まあ、作ったからにはちゃんと育成しなさいってこと。さあそういうことで動画を閉じさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした、ね、ちょっと買い物にも行ってきます。